で、今はリクエストでもらってチェリー先輩のチェリーアップをね、練習中でございます。めちゃめちゃ可愛いんだ。いやもうマジでね、教えてくれたねパネコに感謝なんだけど、チェリーアップめちゃめちゃ可愛すぎて、いつも MV バカン見して歌っけなんか覚えるの忘れるみたいな。チェリーさん可愛いっつって、今こっち見たみたいな。結局曲が頭に入ってきてなくて全然歌詞覚えてないんだけど、チェリーさんね、めちゃめちゃ可愛らしいしね、超大尊敬してます。先輩みんなね、基本大尊敬してるけどね。言ったっけ？ V パイカフェに行った時に、あ、そう、言った時もあると思うんだけど、そう、カフェにね、久々に働きに行こうかなと思って行ったらさ、そう、店長がさ、いてさ、まあ、店長はいるんだけどさ、いつも。パネパネ、この間ゴルフ弱弱だったね、ゴルフ下手くそ、ふぅみたいな言われて、ムカついたからね、店長。店長にムカついたから、もうそのままバイトせずに帰ったんですけど、うるせえつって。そう、したらね、ちょうどね、カフェにね、多分店長のね、お知り合いだから、イオリン先輩がね、イオリン先輩が、ちょうどお店にいらっしゃってたんですよ。そう、したらね、なんかね、イオリン先輩が、なんか、パネちゃんみたいな。めちゃめちゃね、イオリン先輩がね、優しくてね、もう、チョキってなった。そう、はじめましてつって。え、もうパネが早口すぎて、最初パネって認識されてなくて、えってなって、あ、すいません、パネですみたいな。そうしたらね、ヨリ先輩がね、お菓子くれた。そう、パネちゃんもどうぞーって、お菓子くれた。あ、お菓子くれる超いい人だった。もう優しくてね、ほわほわでね、ヨリ先輩はヨリ先輩だったー。そう、めちゃめちゃ可愛かった。可愛かったってなんかね、目上の人に言うの失礼だけど、お綺麗だった。あ、もう優しかった。もうほわほわした。もうより先輩のもう優しさを噛み締めてお菓子いただいた。